どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 JAL オンラインみんなで暮らす J キャンペーン終了ということで、本日はねこちらの解説と2023年4月12日以降ですね、 JAL に関しては結構ねいろいろ変わりますので、ここら辺をですねまとめて解説やっていきたいなと思います。ということで JAL にはですね、こちらね JAL オンラインっていうサービスがありまして、まあ、知ってる方、利用されてる方ね結構いらっしゃると思うんですけども、こちらのですねみんなで暮らす J キャンペーンということで、こちらね終了が発表されました。こちらはですねみんなで暮らす J キャンペーンということで、普通席と同じ金額で暮らす J のね席が利用することができて、もちろん追加のマイルとかね FOP とかねもらえないんですけども、まあ、普通席とね同じ値段で暮らす J ね利用することができるっていう風になっておりましたので、利用されてた方もね結構多かったかなっていう風に思うんですけども、こちらね2023年4月11日をもって終了っていった形になります。まあこのね JAL のオンラインっていうのは、まあ、ビジネスで利用されてる方がね中心になるかななんていう風に思いますのと、またねアメックスのビジネスカードとかもねこの JAL オンラインね利用したりすることもできましたので、利用されてる方ね結構いたと思うんですけども、残念ながらね4月11日をもってこちらね終了っていった形になるんですよね。いや本当にねこの4月12日からですね JAL っていうのは、まあ、運賃もね新しくなりますし、またね特典航空券のね変更とかも結構行われておりまして、まあ、一つずつね解説していきたいなというふうに思うんですけども、まず一つ目ですね、こちらマイルで予約できる機会が大幅に拡大ということで、こちらねあの一見ですね特典航空券を使ったねあの発券が、まあ、利用する機会がね増えそうに見えるんですけども、まあ、国際線と同じようにですね追加マイルを足してですね混雑時でもこの発券することがねできるようになるっていう話なんですよね。まあこれはですねちょっと蓋を開けてみなきゃねちょっとわからない状況もありまして、一応公式サイトにはねこういった形でこの時間帯は基本マイルだけど人気の時間帯は追加マイルみたいな感じでねなっているわけなんですけども、まあこれがねどれぐらいの割合でこの追加マイル数になるのか、まあこの基本マイル数になるのかっていうのは、まあ、正直ね蓋を開けてみないと全然わからない部分ではありますので、まあ、もしかしたらですねこの基本マイルの部分がすごい少なくて基本プラス追加マイルばっかりみたいな、まあ、そういった可能性もねゼロではありませんので、一応ねあの国際線のようにですね混雑していても、まあ、追加マイル払えばね発券することができるんですけども、まあ、こればっかりはですねちょっと現段階ではどのぐらいの比率になるかっていうのはわからないっていった形になるんですよね。で2つ目ですね、こちらは、特典航空券にもファーストクラスが導入ということで、 JAL のファーストクラスが設定されている路線に関してはですねファーストクラスも特典航空券で発券することができるっていった形になります。まあ例ね書いてあると思うんですけども、東京大阪の片道、ファーストクラスは 12,500 マイルからということで、かなり必要マイル数が多いですよね。まあ個人的にはあんまり魅力は感じないんですけども、まあ利用されたいっていう方はですねこちらね利用することができるようになります。で3つ目ですね、乗り継ぎ便がねぐっとお得にということで、こういった形で東京から与論にね行きたい場合、沖縄経由鹿児島経由していただくとですね 13,500 マイルから 15,000 マイルねかかるところが、2023年4月12日以降は片道ね 9,000 マイルから利用することができます。またね札幌から沖縄に行こうとした場合ですね、東京大阪経由していただくと、まあ、今までね1万5000マイルだったところが2023年4月12日以降は1万マイルでね利用することができるっていった形になるんですよね。まあここに関してはですね、まあ結構いいのではないのかななんていうふうに思うんですけども、こういった形になります。それでは次に特典航空券の予約変更についてですね、こちら発表された時にねかなり話題になりましたけども、現在ですねマイルを使った特典航空券の国内線の予約っていうのは条件はねある程度あるんですけどもできたわけなんですよね。それが2023年4月12日以降よりですね JAL の国内線の特典航空券に関しては予約変更はねできなくなるっていった形になるんですよね。ですのでこれどうなるかというと、もしね変更したい場合は一度キャンセルしていただいて取り直すっていった形になるんですよね。まあこの方法しかなくなるっていうのと、またね払い戻し手数料もですね現在は3100円なんですけども、2023年4月12日以降はですね1000円にね下がるわけなんですけども、まあ、今まではですね変更することができてたわけなんですけども、4月12日以降はですね1000円の払い戻し手数料かかってですね、またね
便を取り直さなきゃいけないっていう風になりますんで、使い勝手という意味ではですね、かなりね利用しづらくなりますよね。またね、搭乗日の出発空港においてですね、前の便とかにですね空席があって、まあ、空港に早く着いたから早い便に行きたいみたいなね、まあ、そういった変更もですねできないっていった形になります。唯一できるのはクラス J とファーストクラスの変更はですね、空席があって同便であればですね利用することができるっていう風になるわけなんですけども、こちらねもちろん有料になりますし、またねマイルでの支払いはねできないっていった形になります。で次にですね、こちらです、どこかにマイルの変更ですね。こちらね、どこかにマイル、 JAL のねマイルで使われている方ね非常に多いと思うんですけども、こちらね今まで往復6000マイルでね利用することができてたわけなんですけども、残念ながらですね2023年4月の12日よりですね往復7000マイルっていった形になります。必要マイル数がね今までよりね1000マイルね上がるっていう風になりますんで、まあ、必要マイルがあるのはね非常に残念なんですけども、まあ往復7000マイルっていう風になりますんで、まあ、1000マイルはね上がってしまうんですけども、片道3500マイルでね利用することができますので、まあ、これからもね、まあ、お得なのはね間違いないのでいいのかななんていう風に思うんですけども、まあ、必要マイル数がね上がってしまうっていうのはねちょっと残念ポイントだなと思います。それでは次にですね、こちらですね、お供でマイル割引ですね、こちら2023年4月の11日で終了っていった形になります。こちらはですね、本会員の方はマイルで行って、同行者の方はですね現金、まあ、お金を支払ってね行くと、まあ、お得に利用できるっていうね、まあ、制度だったわけなんですけども、残念ながらですね2023年4月11日をもってお供でマイル割引は終了っていった形になりますんで、これね利用されている方結構いらっしゃったと思うんですけども、残念ながらね終了になりますんで、この点はね覚えておいてください。ということで今回ですね、 JAL オンラインみんなでクラス J キャンペーン終了ということで、またね2023年4月12日以降ですね、 JAL に関しては、まあ、解約はね結構続きますので、ぜひね覚えておいていただきたいなというふうに思いまして、今回ね、まとめて解説ねさせていただきました。いや本当にね、特典航空券のね変更に関してはですね、まあ、ここはね個人的には一番残念ポイントだななんていうふうに思ってるんですけども、いやね、JAL がこう発表いたしましたので、 ANA がね追従しないことをね祈るばかりですね。またですね、あんまり私の動画のチャンネルでね利用されている方、今はねもういないと思うんですけども、アビオスっていうねブリティッシュエアウェイズのマイレージサービス、こちらで JAL のね特典航空券って、まあ、昔すごいお得に発券できたんですけども、まあ、今はね同じぐらいの必要マイル数で、あんまりねもう利用されてる方ね少ないと思うんですけども、このねブリティッシュエアウェイズのアビオスでこの JAL の特典航空券発券する枠っていうのが結構少なくなってきておりますので、まあ、ゼロになっているわけではなくて枠がね少なくなっているっていう風になりますんで、まあ、この点はね覚えておいていただければなと思います。まあ JAL に関してはですね、またね何か発表がありましたら私の動画でね解説出したいなという風に思いますので、ぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。